皆さんこんにちは。トロント留学センターです。本日は2022年9月8日のトロントを散歩していきたいと思います。今回はトロントのコリアンタウンや人気アジアンスーパークリスティピットパークをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。トロントのブロアストリートという大きな通りで、TTC のクリスティ駅とバスアスト駅の間約 1km ほどの範囲に、韓国のレストランやお店が立ち並ぶエリアがあります。こちらはトロントで大人気のチーズホットクのお店です。日本では少し前に流行りましたが、トロントでは現在ブームが来ています。味も日本のものと変わりません。コリアンタウンにはタピオカのお店もたくさんあります。韓国料理のレストランもたくさん並んでいます。韓国語と英語の表記があり、トロントならではのエスニックな雰囲気を感じます。トロントにはコリアンタウンはもちろん、リトルイタリーやリトルジャパンなど、リトル〇〇というエスニックなエリアがたくさん存在しております。トロントにお越しの際はぜひリトルワールドツアーを楽しんでください。続いてコリアンタウンにございます大型アジアンスーパー PAT に入りました。入り口には名物のたい焼き屋さんがあります。絶品です。ここではアジアの食材、日本の食材が何でも揃います。それではしばし PAT の商品をご覧ください。キムチもたくさん。日本のお菓子もたくさんあります。なんと羊羹も。カレールーやふりかけもあります。調味料も何でも揃います。Thank you.
ちらはキントンラーメンというトロントでも大手のラーメン屋さんです。今は夏のメニューをプロモーションしておりました。スパイシーまぜ麺やゆずブーストボールなどは日本ではあまり見かけないラーメンですよね。名物プープカフェです。椅子が便座の形になっているなんともユニークなカフェです。サーティワンもあります。こちらではサーティワンとは言いません。バスキン&ロビンズと言います。ストロベリーチーズケーキやキャラメルタートルトラフル、ピスタチオアーモンドなど日本にはないフレーバーもたくさんあります。カナダのコーヒーショップティム・ホートンに立ち寄りました。あのジャスティン・ビーバーとコラボして販売されているフレンチバニラコールドブリューを注文しました。フレンチバニラの甘さとアイスコーヒーの苦みがマッチし絶品です。最後にクリスティ駅を出てすぐ、コリアンタウンのすぐ横にありますクリスティ・ピット・パークを先ほどのアイスコーヒーを持ってお散歩しました。この日は天気も良く平日でしたので人も少なくリラックスするには最高でした。それにしてもトロントの夏は本当に気持ちがいいです。こちら夏には屋外映画館も設置され、夜はロマンチックなムードでいっぱいになります。また休日はこちらの斜面でピクニックや読書、ただ日焼けする人など多くの人でにぎわいます。いかがでしたか？トロントに最高の夏がやってきます。2023年に向けて渡航をお考えの方、現地スタッフが個人の目的に合わせて親身になってカウンセリングいたします。気軽にお問い合わせくださいね。